はじめまして、デスク周りが汚い人です。どうも、ロッタンです。今回はガジェットの紹介をさせていただきたいなと思います。急にって話なんですけど、私前にですね、シュアさんの SE215 と SE846 のレビューをさせていただいたことがありまして、それ以来結構シュア製品というものがいいなというふうに思っておりまして、実は配信等々でも使っているマイクをですね、シュアのマイクに買い替えたいなというふうに思っていたところなんですけど、実はそのタイミングでですね、シュアの新しいマイクちょっと貸してあげるからレビューしないかみたいな話が出てきたんですよ。ほうと、ありがたいなっていう話じゃないですか。手話の音質をマジで超確かめたいなっていう風に僕も思っていたところだったんで、そんなラッキーなことが起きたわけでございます。そして今回のマイクはこちらです。もうさっきからずっと持ってるんですけどね、こちら、ででん、暗い MV7 プラスでございます。めちゃめちゃ気になるぞっていうやつですね。まあ、ダイナミックマイクじゃないかなっていう風に思ってはいるんですけど、まあおそらくダイナミックマイクだと思われ、わかんないな。こちらの MV7 プラスをですね、まあ、開けて中身も確認して音質も確認していきたいなというふうに思っております。イエイイエイ。言うてシュアさんといえばマイク、まあ、日本だとゲームとかでね、結構そのイヤホンのイメージがある方って多いんですけど、シュアさんってもともとマイクがめちゃくちゃすごいメーカーなんで、もう歴史も長いですしね。なんで今回は、まあ、このシュアのマイクめちゃくちゃ期待しているので、一回音質とか聞いてみたいなというふうに思います。じゃあ開けていきましょうかね。Welcome to Better Sound! よいしょーっと、はい、マイクと箱の中には、まあもう一個箱が入っておりましてと、まずはケーブルかな？ケーブルは、USB Type-C ですね。おっと、これ Type-C と Type-C だぞ。俺のパソコン Type-C 挿すとこあったっけ？ちょっと不安。付属しているこいつはマイクスタンドとかに付けられるようになっているやつですね。そしてこの子が MV7 プラスですね。おお、こういう向きなんですね。こういう風に釣って使うというよりは、どっちかというとこういうスタンド型になる感じなのかな。スタンド同梱版みたいなのも売ってるみたいなんですよ。で、今回僕のところに来ているやつはスタンド同梱とかではないので、このまま音質を確認していきたいなという風に思います。はい、ということで今ですね、普段僕が使っている編集のですねソフトの画面に来ております。まあ、もうマイクをですね今繋いでいる状態にしていますので、音を取ってみたいなというふうに思うんですけども、今現状すでにですね MV7 プラスを使って話をさせていただいております。一番最初 USB ケーブルをつなぐまでですね、音めちゃくちゃ小さかったんですけど、 USB ケーブルをつないだら、このマイクの中にあるですねオートレベルモードっていうものが多分作動してくれていまして、勝手にですねこのマイクが、僕の音の大きさだったりとか、この距離とかを考えた上で音の調整をしてくれています。本来だったらこういう音を精密に取るマイクって、音をすごく小さく小さく取るんですよね。その代わりめちゃくちゃ音質をよく取るっていうのが、まあ、基本的によくある形なんですよ。レコーディングをしたりとか、何かこうマイクを使ったりとかする時っていうのは、マイクから入力してパソコンの中に入れるまでに、例えばプリアンプだったりとか、音を大きくするっていう機構をどこかで返してあげる必要っていうのが基本的にはあったりするんですけど、このマイクこれを中身で全部やってくれてるっぽいです。正直こうなると気になってくるのは、例えば喋ってるところが少し後ろに行った時に音がどんな感じになるのかとか、配信中だったりとかするとうわーとかちょっと叫んだりとかした時にどんな風になるのかっていうのがちょっと気になりますよね。なので位置を変えたりとか話し方を変えたりとかっていうのをいろいろやってみたいと思います。まず普段普通に喋ってる時はこのぐらいの感じですね。ただまあコメントを見るために横を向いたりとか、ちょっとこうやってね、違う方向を向いたりとか、マイクちなみにここにあるんですけど、いろいろこう向きを変えたりとかするわけなんですけども、それに対してどういう音が入るのかっていうのをちょっと確認していきたいなっていう感じがあります。テスト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 中です、テスト中です、テテ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 テスト中、テスト中、テスト中、あーそれでは今度は小さい声で喋ってる時ですね。あまりテンションが高くない時だったりとか、そういうのもあると思います。配信中ね、意外とこう声が小さい状態になってることとかっていうのもあると思います。逆にこういう小さいところから一気に大きくなったらどうなるかとかね、こういうところも気になるんじゃないですか。画面にはですね従来の MV7 を表示しております。形としてはですねほぼ変わらないです。見た目もそんなに変わらないですね。この辺、このなんかちょっと表示があったりとかする部分が若干違うかなっていうぐらいです。ちなみに今回のですねこの MV7 プラスは、このちょうどこの部分にですねポチッと押すところというか、まあ触るところがありまして、そこをピタッと触るとミュートになります。はい、
特にですね音が出るとかっていうことではなくて、ただただピトって触るだけですね。マジすげえな。見た目はほとんど変わらないんですけど、このパッと見た感じで言うと全長が若干 MV7 プラスの方が長い感じがしますね。まあ、そのオートレベルモードだったりとかね、そういうので結構変更があったりとかすると思いますんで、その差ですかね。これ今実際に聞いてみていただいて分かると思うんですけど、想像している以上に音が良い。本当にこれはマジで配信とかにも普通に使いやすいマイクなんじゃないかなっていう風に思います。今ちょっと気づいたことがありまして、今まで僕はオーディオインターフェースに通してマイクを使ってたんですけど、これですねタイプ C の、USB ケーブルでつながっている感じになるので、こんなにホワイトノイズとか何にもないんですけど、これオーディオインターフェース通してないです。これすごいね。ちょっと今俺衝撃を受けたんだけど、こんなにホワイトノイズとかないの、めっちゃすごいわ。でこれ一個だけちょっと申し訳ないことがあって、本来だったら USB Type-C のオスとメスで PC に接続して使う感じになるんですけど、僕の PC がですね USB Type-C のソケットがぶっちゃけなかったんですよ。で仕方なく USB の 3.0 から Type-C につながっているタイプのケーブルをつないでるんですよ。音自体は普通に入れることができました。ただこの手話プラスモーティブかな、本来だったらこのソフトウェアでマイクの接続だったりとかをまあ管理して、でかつファームウェアのアップデートだったりとかその辺も全部できるようになってるんですけど、これねタイプ C 同士じゃないと多分ちょっと接続が互換性がないっていう風に思われてしまう説があります。ちょっとこれ申し訳ない状態になってしまってはいるんですけども、本来だったらここでいろいろとですね変更ができます。 LED の色とかもここで変更できるはずです。入れることができました。ですねこのモーティブミックスですね、この手話のモーティブミックス今入れまして、このリアルタイムデノイザーとか、ただこのリバーブとかも入れれるみたいですね。リバーブ、やってみますか。今これで多分リバーブかかってる状態になってるんじゃないかな、多分ですけど、おそらくこれでいけてると思います。かかってますかね。リバーブこんな感じですね。でこのオートレベルは今ここでやってくれてるんだね。ちなみにオートレベルを切ると、今これがですね、切ってる状態ですね。これ今切ってる状態、多分結構小さいんじゃないかなっていう風に思います。でちなみになんだけど、これここにですね例えばデスクトップ音声とかもここに載せることとかっていうのはできるはずなんですよ。なんでうまい具合に出力したらワンチャンここで音を一括制御した上で配信とかっていうのもできそうな気がする。まあちょっとそれは今回は試しはしないんですけど、おそらくそういうこともできるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ、ちょっと僕がこの右下の方から小さくお話をさせていただいている感じではあるんですけども、 MV7 プラス実際に使ってみました。めちゃくちゃいいですねこれ。めちゃくちゃ音質がいいんで本当にすごいなっていう風に思ってます。さすがシュアさんやね。まあ、配信をするっていうことであれば、正直マイク音質って絶対にこだわった方がいいところではあるんですよ。まあ、その配信者さんの声ってその動画を見ていたりとか配信中ってずっと聞こえてるわけじゃないですか。まあ、そういう点で見ても今回のシュアさんの MV7 プラスめちゃくちゃいいマイクなんじゃないかなというふうに思いますので、興味のある方はですね、調べてみていただきたいなというふうに思います。概要欄に一応購入ページも載っていますので、興味がある方はそちらからも覗いてみていただければなというふうに思います。それでは今回はこんなところで終了させていただきます。皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まだしてくれてない方はぜひチャンネル登録高評価 X のフォローもよろしくお願いします。今回はシュアさんの MV7 プラス紹介させていただきました。お相手はノータンでした。それではまた。